結構いる。いるいる。一人やった。逃げるわ。もう一人やるよ。まだ一人、まだ一人。オッケー、もう一人やった。全員倒せば安定。おお、グレートできた。何このグレートよ。もう何あれ、特殊グレートで。あ、でもやっと人間と打ち合えるんだな。初めてだ。どんな人たちなんだろう。ビーフニーズル4人は。いやどういうプレイヤーなんだろうな。ハザードゾーン、あれでしょ、全員殺したら終わりでしょ、一応。まあ一応、だから本当に銃声です。これも最効率探しますか。全員ぶち倒すのが効率いいのか、ちょっと脱出するのが効率いいのか。これも効率探しますか。効率中。効率しか考えてない。全員だってあの32人だから、割る4したらいくつ、これ止まると BF が一番、 BF で一番面白い瞬間はって聞かれて、あの最後のリザルト画面のレベル上がるときって答える。あの8分体倒したら終わり。8分体、8分体、もう計算、もう8分体、もう計算したらもう7分体全滅、なんか全滅させましたってなんかボイス流れるんだよ。だ全滅させたら、はいはいはい、その数で数えていこう。一人でも残したら、あの蘇生システムあるから簡単に蘇生しちゃうから。あ、ただ一応長くて20分やから、確かあのこのハザードゾーンにおいては、だからコンクエストよりかは短い。なるほどね。じゃあ俺どうしよっかな。何しよっかな。ただもう選ばれてる、これなんか選べないんだけど、なんかここの画面でなんかよくこのゲームハザードゾーン結構選ぶの謎だよね。結構選べないね。そう、選ぶタイミングがなんか謎なんだ。あ、本当だ、なんか選べない。いや、これはね、おかしい。勝手に選ばれてるわ。ありえない、ありえない。ちなみに、まず最初はクレジットがないから、まあ、M5A3 っていう初期のやつ状態でやる感じですね。はいはい、え、ハザードあれなのか、ちゃんと本編の解除度合いに応じてんのか。そう、あの1942武器とかは全部解除されてるけど、2042武器だけはあのちゃんと自分で解除しないと使えない。それさん、でもこの時間含めると、ここハザード相当効率よくないですか。そうだね、ちょっとここ良くないね。もうちょっとここ短縮できるわ。そう、ここ短縮、ここ短縮作ってないか。技術的に開発運営な、 ないからな。誰か一人抜けて入り直したらなんかスキップされるみたいな、ないかな。もう先に行けんじゃん、それ探すな、探すな。もうやばい、もう最速で56まで行こうとしてんね、もう。そう、いや、このムービーもちょっとうざいけどね、普通に。え、じゃあ、普通にムービーうざい。もう、ダメだこいつ。ここは楽しまないと。こいつはダメだ。俺、ハザードゾーンの動画で、なんかムービーについてた、これいいねって言ったら、俺コメントしてた。でも、スパルトさん裏でこのムービーいらないって言ってましたよね。じゃあ、これ一番近いからここ行く、まず。この黄色いところ。これが要するに、あのみんなあの3、4機押してみ。ね、なんか、覗き穴みたいなのあるでしょ。で、この丸くなってるところにデータドライブがありますよってこと。覗き穴で、まあ最速はどうかわかんないんですけど、最初の脱出で脱出したら、まあ、多分5分ぐらいで終わるんですよ。5分で、10分も経たないんですよね、確か。覗き穴全部のデータリング回収したら多分最高率かもしれないけど、正直7分25秒で全部回収って無理なんで。これなんで武器のカスタム初期なの？データドライブを検知した。あ、これなんか変えれで買うと、うん、その初期武器もなんか。あ、待って、左側銃声してるわ。あの、こっち先行った方がいいかも。こっち多分ね、プレイヤーいる。この辺いる。了解です。オッケー。だから、格殺されするんで、結構あの、遮蔽物使いながらって感じで。場所するね。これ上行ってんじゃないの、これ。上行ってますね。上でガンマッチしてる可能性があるから。あ、やべ。セントリーがあるじゃん。セントリーがある。だって撃たれなければ。勝手に動けと。お、これキルしてー。そこプレイヤー、プレイヤー2人、結構いる。いるいる。一人やった。逃げるわ。もう一人やるよ。まだ一人、まだ一人、まだ一人。オッケー、もう一人やった。左。あと2人。やったナイス。あと1人。なんかかっきり、あの敵部って撃入ったね。あ、撃入った。よし、これでオッケー。今プラス何百だか見てるの忘れちゃったな。まあ最終的な経験値で多分わかると思う。え、あれであの人たちはもうこのゲームから終わり。あー、なるほど。寂しいな。また会おうぜ。残り6分体。パラシュートのマークは何だっけ。え、それどこで見るの。これアップリンク。いや、残り6分体とか見ないけど、もうこれ数値自分で数えてる今。そうでしょ。やばすぎ。ボサだろ、もはや。あと6分体倒せばもう AI だけだから、もう全然これでマップリンクっていうか、データリンク回収できるから。よし、あ、銃声してるね。巻いた。ここいなくて。あ、プレイヤーじゃん。もうちょっと近づいてから撃つか。あ、ソリ撃っちゃった。大丈夫。
回復できなくて辛い。まあ、任せ。オッケー、プレイヤー2人引いた。ナイスナイス。よ、引いた引いた。これあと1ボロボロ。2人引いてるから、あと2人が1人だね。あー、2人、ここ2人。あ、2人ともやった。ナイスナイス。残り4分体か。めっちゃ毒々しい、これ。残り4分体で、これデータリンク解消しましょう。取ってんのか。あ、これか。あるわ。取れないんだけど。これ衛星から落ちてきたやつか。そう。え、データリンクで、左下のマップ見てもらっていいですか。なんかデータリンク残ってるやつ。これ敵から落ちたデータリンクなんで、必ずこれ解消しましょう。なるほど。そう。新たにデータドライブを確保。だから魚粉の強いんですよ、ほんまに。行くか。あ、これ正面敵。おー、いる。やったの動きで注意しろ。なんか入ってたな。逃げた。グレ投げてる。あー、向こう側にいる。僕らが。オッケー。これは狭いな。ここで上登って、これ上から取ろう。そうやで、これ車で防いでるから、裏入ってこれないから。そうそう。ナイスナイス、上取りやすい。あ、でもこの辺いそうだな。銃声ない、右側。ここいるわ。あー、車乗ってんね。俺どうした？まだ3人いる。車気をつけて、機銃車乗ってる可能性あるから。ナイス？まだいるかな？2人やった。やれ、いるわ。あ、撃ってね、ギリ。3人死んだ？ナイス？え、これ、プレイヤーの場合は AI って。あー、俺のとこ危ねえ、やった。ナイス？これ下か。下。まさっき。これ当たってる？これマジで間違いとってるかな。あー、上！階段。対空欲しい。ちょっと待って、降りるわ、そこ。降りるわ、行くわ、俺も。あ、死ぬ。やられた。大丈夫、マップリンクあるから全員倒せば安定。おお、グレートできた。何このグレート、やばっ。何あれ、特殊グレートで回復あった。おお、またグレート、またグレート。あー、とどめ刺された。えー、マジか、とどめ刺された。大丈夫再出撃あるから。再出撃をします。オッケー、再出撃。まだいる。うん、どこだ。どこだ、これ。あれ、一応格殺だけは入れときますね。この上かな。田中さんの後ろついてる、俺。上見えねえけど。ただこれそろそろ来そうやな。あ、いる、全然いる。あ、やべ、下か。オッケー。全員倒した。うん。あ、一発で十分回復する？何発持った方がいいのかな？いや、一発で全回収する。あ、一発いいのか。オッケー。敵のデータリンクも回収した。で、データリンクミニマム持ってるんで、これも回収しちゃいましょう。これ弾あるよ、弾。いや、レベル上がったら早いな、レベル上がんの。あ、来る。あ、来たね。これ E1 でガン待ちするのはありかも。行くか。うん、今あれか、そう、飛行機来てるじゃないですか。あれで、そう、ただ打ち合いされるんで、で、乗られたら終わりなんで。乗られたら終わり？あ、乗ってる人倒せないんだ。あ、乗ってる人は倒せるんですけど、乗られたら乗れないんですよね、その分体しか。あー、なるほど。そう、ただね、あんま最初乗るの強くないです。あ、これ乗ってますね、今、黄色なんで。黄色だから脱出で。魚フールってか、ボコルか。そう。あ、いる。めっちゃいる。うん、あ、あれ AI っぽいな。あれ AI やわ。え？あ、 AI がめっちゃいる。AI 地味に強いんだよ。え、多くね。危ない。これ車線気をつけてください。ワンチャンこれで打ち合い中で俺ら乗ろうとしてるみたいな感じでバレてる可能性あるんで。まあ一応このまま乗っちゃってもいいけど、まあそこは任せますわ。あ、もう一ラウンドいったら美味しそうだよ、ね。OK、じゃあもう一ラウンドいきましょう。また次の脱出は乗らないと俺ら死んじゃうんで。で、今車2つ出したんで、これ使いましょう。犬！OKOK。犬やばいよ。犬引かれた。犬滑れた。犬引かれた。あ、これ片方もう一人乗った方がいいかも。あ、本当引かれてる。犬乗るわ。犬が撃ってくれ。行くわ。犬滑れた。これでも犬ゲーなんだよな。犬めっちゃ硬いんだよ、確か。そう。めっちゃ硬いね。次じゃあ、門越えてシンプルにデータ回収しに行きましょう。OK。了解。あ、ここし、あ、閉まってる、これ。あ、あれ閉まってる。うわー、閉まるの、こう。どうやって開けんの、これ。敵がいたってことか。あ、車、目の前、敵。いや、AI か。リコンでした、ナイスナイス。忘れた。AI乗るんだな、でも普通に。あ、AI 車乗ってんだ、ね。開かないか。これちょっと中見てきますね。ドア開けれるのかな。あ、オッケー。俺も行くわ。これ人間が閉じたってこと？支えちゃうか。可能性はありますね。こっち側でもう一個車出しますか。あ、なるほど。あ、でもこれあれで来るかも。あ、これあれじゃん、竜巻で行けんじゃん。もう竜巻で、そう、行くか。飛んでけんじゃん。大丈夫なの、竜巻で。死なないとも全然行けるっしょ。あ、待って、こっちが車の音するわ。あら、あらそばとんとこ戻る。多分データリンク取ろうとしてるかも。オッケー。いっさ、自分合流できるタイミングで行くんで。マップ使えないんだけど、竜巻のせいで。あら、ひょー。これ車ここ1台置いとくんで使ってください。あ、オッケー。
ここのあ、俺めっちゃ遠くに離れちゃった。データリングと、あ、車、車正面いる、車正面来てる。あれ撃っちゃっていいかも。いやいやいや、いや、あの動き方 AI か。え、AI って書いてるか。 AI って書いてます。あ、じゃあお願いします、撃っちゃって、そのまま。 OK OK、じゃあここで回収しちゃいますね、データリング。なかなか壊れねえ。あ、俺回収もできないやん、お腹いっぱいだから。誰か取ってほしい。おいしい。 OK OK OK、 俺あと1個持てるわ。 OK です。敵全然いないな、ぱっと見ね、この山のあたりとか。うん、まあ一応念のためスナイパー警戒ぐらいでずっとブンブン車回してでいいと思う。あ、なんか俺正面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 。オッケー。また、おおおお、 AI っぽい、AI っぽいな。オッケー、ナイスリボン。こちら急騰で、これ30秒ここで停滞でいいと思う。一旦30秒とか20秒ぐらい停滞して残り10秒になったら入るみたいな。いや、これ入ってたらダメなの？いや、入ってもいいんですけど、周り来たらあの爆弾投げ込まれる可能性あるんで。あー、なるほど、そういうことか。で、現状今シールドがないからそんなに強くないんですよね、中に先入ってるの。はい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 。オッケー、乗る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 。あ、やべ、ミスったミスった、ほら、やばい、やばい、大丈夫か。あと、あぶねー、あとみんなが守ってくれるから。よし、オッケー、ナイスー、ナイスガー、ナイス。で、これでどんぐらい稼げるかだよな。めっちゃマップデータリング開始した。うまいうまいうまい、経験値おいしい。うまい。1750お金、お金ゲッツ。よし。あれ、経験値表示されないってことは、これ多分あれだわ、あの途中で俺レベル上がったんだよね、もしかしたら途中換算の可能性でありますね。あれもうレベル8だけど、15レベルになってる。いや、13だな、まだ。俺14レベルっすね。遅い。1上がっただけ。死ぬほど遅いです。でもまあ20分程度で1レベルやから、どうなんだろうな。いいのかな。まあ PVP だからおもろいっすけどね。まあまあ、まあ、おもろいかって。長い道を進む。